トランプ前大統領への弾劾裁判は2月13日に幕を下ろしました。しかしトランプ弾劾弁護士のマイケル・バンデル・ビーン氏が CBS のアナウンサーを批判する動画がソーシャルメディアで炎上しました。弾劾裁判終了後 CBS の取材を受けたバンデル・ビーン氏は悪意あるメディアがアメリカ社会を分断させようとしていると強く非難しました。 2月13日に上院で行われたアメリカ弾劾裁判では、トランプ陣営の弁護士が、民主党の弾劾管理人が、いかに証拠を改ざんしていたかを一つずつ挙げました。 同日、CBS のキャスターがインタビューでこれらの証拠に言及した際、証拠の改ざんを取るに足らないことだと思わせるような質問を行ったことに、ビーン弁護士が激しく反論しました。<laughs> ビーン弁護士は CBS キャスターの質問は、明らかな証拠の改ざんを軽く見せ、改ざんは容認できることだと印象づけることを意図していたと考えています。イインンタビビューーのの最後に氏氏ははマイクを外しして憤然と立ち去りました時事評論家の CBS キャスターの態度は、アメリカの極左勢力がトランプ氏に対する政治的抹殺を正当化しようとしていることを表していると考えています。当セイエン氏は、アメリカのメディアは、党派か共産化しつつあり、